はい、2回目ですね。福島原発と岡山村臨海事故は事故じゃなくて付け火ですということね。私に対しての攻撃であったということをお伝えします。からマレーシア航空の撃墜も私に対しての攻撃でありましたという話ですね。で、そういう攻撃はね、延々に来るんですよ。本家貴族なんでね。で、それに対しては力あれば全部阻止というか外して生きてられるものであるんですけども、最大限の攻撃であるわけです、人間たちのね。で、かなり弱ってたんで、私の方がいろいろと病気があったんでね、毒殺ちょっと食らってたんで、30年か40年間ぐらい食らってましたから、親父の毒殺もね、あってね、その前にやられてまして、私はね。で、そういうのは事故だと言ってるのは嘘で、政府がやった、わざ、あの特攻隊でね、働いてる人はもう死ぬのを覚悟で動くように教育してますから、人間はね、世界政府によってね、どこでもね。だから、政府が命令した通りに動くわけです。工作してね。で、あの時の福島原発で働いてた人はもう軽く全員死んじゃってるんですね。後から追尾した人も死んでますしね。たくさん死んでます。ですから、その後始末は絶対、政府のね、命令に従っちゃダメなんですね。全部死ぬんですね。で、だいぶ死んでますから。ただやんなければ被害を受けるからね。ということまで政府はやらすわけですね。強引にね。放射線量は指定でいないでやってると言ってもダメなんですね。それも一生つながりますからね。他でも自然の放射線浴びますから、こうして軽く越してしまうんですね。だから実際の放射線浴びる量の適正の100分の1ぐらいですね。100倍嘘ついてるんですね。だいたい100定義されて、みんなそこまで平気だよという分量の、実際は100分の1でなければ死ぬという癌になったりします。で、指定の癌の放射線量ではもう100%癌になりますのでね、それで働いちゃいけないんだけど、国は嘘つくんですね。この水準の放射線量であったらね、ギリギリだけどもというふうなことで言って嘘つくわけです。で、実際の基準はその100分の1ですね。そんなに浴びちゃいけないですね。レントゲンだってそうなんですね。あんまり浴びちゃいけないですね。あと CT とかね。それも、通常ね、危険なんで、よっぽどのね、わからない病気の時だけじゃないと言えないんですね。まあ、それどころじゃないわけですね。まあ、ということでね、福島原発と東海村臨海事故は私に対しての攻撃でやった事件ですということですね。まあ、犯罪だということですね。100%付け火です。ちゃんと非常時代、福島の地震が起きてもちゃんと対処すれば損害はありますし、原子炉がダメになりますけども止められたと。それをやらないでね、抑えるということを手抜いたんじゃないですけど、わざとつけてやった。私が存在するんで、国からの命令でね、起こした事件であるというですね。で、
これに対してね、私は超能力あるから分かるんだというようなことを言ってますけども、信用する人と信用しない人でいいわけですね。何やことで私が前もって、今日体調が悪くて、ね、警察に財布を落としてしまった、そしたら誰かが亡くなった、知り合いが亡くなったとか、よく通報してるんですよ。証拠残ってるんですね。そういうことを何回もやってるんで、超能力持ってるよと、ね、敏感だよということがあるんで、ちゃんと証拠を、細かい証拠を教えてるわけですね、周りの人に。で、それでね、私に対してこれ、何も電話で聞かされてなくて分かるもんかという人と分かるんだというようなことで、2通り言いますから、これに対してはね、私に対してその強い超能力の力が持ってるか持ってないかってね、怖がるというか、人には通じるわけですね。それが分かる人はね、力が。だから分かんない人は分かんなくていいわけですね。全部そうやってますね。で、私はパソコンの世界の発明者で一番なんですね。で、東京生まれで、ね、資本金138億円のソーテック社とか、JBCC ホールディングスっていう会社のグループも創業してますからね。途中からね。で、ソーテックは初めからですね。そんなこともありますし、ね、いろいろ、当然、家は東大3人そ、関係で3人卒業してますしね、私は別大ですけども、それ以上勉強してますからね。高校までには工大学文学部を勉強を終えてね、高校までで資格は持ってませんけど、それから普通に神奈川工科大電気科を資格を取ってね、卒業、大学の先生の資格も取ってると。先生を担当してね。